僕のバイト先に社員さんが働いてたんですけど、最近まで働いてたんですけども、いなくなっちゃってね。はい。まあ、その社員さんの話です。まあ、この動画では仮に橋本さんという名前にします。はい。橋本さんの話なんですけど、橋本さん結構ね、まあ、内気な性格でして、まあ、なんか、真面目で、すごくいい人なんですけど、まあ、あまり積極的に喋りかけてこないし、まあ、全然年下で、もう一回りぐらい違うかな。そんな僕たちにもですね、バイトの僕たちにも、敬語で話しかけてくれるような、そんな感じの方でして。その橋本さんの話なんですけど、とある後輩ちゃんがですね、そんな内気な橋本さんの心を開きたいなというか、まあ仲良くなってみたいなということで、まあ一緒に被った日にめっちゃ話しかけてみたそうです。はい。まあ話しかけてみたそうなんですけど、その日結構盛り上がったみたいで、なんかゲームセンターのゲームが好きだっていうね、ことを聞き出したみたいなんですよね。その日はそのゲームセンターのゲームの話、あのゲーム楽しいよねみたいな話とかで、結構盛り上がって、その内気な橋本さんの心を開かせたよみたいな感じでね、結構喜んでたらしいんですけど、なんかまた別の日にね、次の日被ったら、なんか、先日話したようなゲームセンターのゲームの話も出てこないし、なんかリセットされてるようなね、なんかよそよそしい感じで、あんだけ積極的に話しかけて、心開かせたつもり、仲良くなったつもりやったのに、なんかまた振り出しに戻ってるなみたいな、ああ思ったみたいな話を僕にしてくれたんですね、その後輩ちゃんが。僕その話聞いてね、そのゲームセンターのゲーム好きすぎて橋本さんの性格が、もうそのゲームセンターのゲームみたいになってるやんと思いました。ね、ゲームセンターのゲームってコインとかでね、コインゲームみたいな感じで、なんか、その日だけの結果じゃないですか。ね。まあ、ゲームなんか、コインをその預けるとみたいできるかもしれんけど、なんか大体そのゲームセンター行くごとになんか違うゲームしたりするし、ゲームセンターのゲームってなんかその、自分のデータみたいな保存されないと思うんですけど、ゲームセンターのゲーム好きすぎて、自分の性格ゲームセンターのゲームみたいになってるやんって、思った話です。炎上という小さな戦争が、人間という大きな命を、マカダミアナッツ君がくれた、でも僕はそのまま捨てた。